どうも、マッシュマニアでございます。ただいまの時刻ですね、22時2分ということでですね、これも本当にありがたい話なんですが、相談が多くて終わりません。ということで、プレナ幕張の1階にあるミニストップで、わさび納豆巻きと普通の納豆巻きを買ってきました。この配置に深い意味はないですよね。深い意味はわさびってことはお前食えっていうことじゃないではございません、ね、今回ちょっと自分が食べてみて、違いをですねお伝えできればと思います。で、余談ではございますけども、これ今臨時の財布です。可愛いですね、ヒラルちゃんの。ちょっと財布のチャックをですね森野さんに壊されまして、で、まあ結構高かった財布なので、まあ高いって多分 2,3 万ですけど、まあ大事に使いたいなってことで今修理に出してます。で、ちょっと臨時で可愛い財布を使っております。本当にちょっと、まあ本当に、まあ怒りはしなかったですけど、って感じでした。普通にチャックを壊されまして、そんなことで今修理に出しております。壊れかけたのを託したらより壊されたっていうのがリアルな話です。よくある話です、はい、でまず普通の納豆巻きですね。これはまあどこのコンビニでも売ってるかなっていうふうに思います。で、自分前職時代からコンビニで おにぎりを買うならあれば納豆巻きは買わず1個は、あとはプラス 1,2 個その時の気分によってで、まあこの匂いはどこのコンビニでも一緒ですね。この納豆の独特の匂い、やっぱこの海苔のパリパリ感っていうのはやっぱり、そうですね、ミニストップも時代とともに進化してますね。やらかしましたね、海苔を残しちゃいました。難しいですよね、これどこにあんの海苔をちょっと、あ、悔しいですが、これだけちょっと海苔だけせっかくなんで味わいたいと思います。はい、食ってくれない、多分あのすごく食ってくれます。トカチ小豆塩っていうのと同じぐらい有明の海苔なはずです、ね、はい、すごく美味しいです。では早速通常の納豆巻きを食べてみたいと思います。ちなみに北海道産の大豆を使ってるので、はい、森野さんの出身じゃないですか。普通に美味しいですね。普通に、普通にあのご飯は酢飯というか、はい、酢が効いてるやつですね。伸びます、結構。こういうひきわり納豆って言うんでしたっけ。そうですね、こう叩いてるやつ。美味しいですよね、はい。なかなかそれだけは会話してないですけど。ということで次ですね。わさび納豆巻きですね。はい、何が。ってぶっ込みますね、はい、何が違うのかっていうのをちょっとですね検証したいと思います。ちなみにわさび納豆巻きの方が在庫は少なかったです。あ、まあ元の仕入れが分かんないですけど、人気があるってことか。人気があるかもしれないですね。外国人とか意外にこうこういうの飛びつきますから、もしかしたら。そうですね、むしろ、はい、日本のわさびを、はい、さあよいしょ、結構弾力があります。さすがっす。はい、いきたいと思います。結構 OK です。はい、わさび納豆巻き、これは北海道産ですか、なんか書いてます。これは残念ながら書いてない。じゃあもしかしたら大豆が違うかもしれない。かもしれないですね。はい、ということでいきます。はい、あ、酢飯が使ってる、なさびはほんと少しです。あ、少しツーンとまでいかないし、あ、ほんとよい、ほんとよい。うん、でもまあまあまあちゃんとわさび入ってるなって明らかな違いは、ああ、やっぱ感じる、感じます。うわっていうほどの辛さではない、ね、そこまではないですね。ちょっとこの時間帯にはやっぱわさびが入ってるぐらいがちょうどいいかもしれないですね、はい、まだまだ生地が書き終わってないのでうん、そうですね。これただやっぱおすすめはこうやって2個買うのがいいかもしれないです。普通の納豆巻きとこのわさびを買うことで、わさび食べてあれちょっと辛いなって後にこれいくとちょうどいいと思います。ん？味が分かんなくなりましたね。ん？これでわさびを食べた後に、はい、通常の言ったら味が分かりません。やっぱわさびのこう残ってるやつに乗っかるんで、はい、結局はわさび納豆になっちゃったりはしてないですか、はい、そんな感じですね。なのでごめんなさい、納豆、これ2つ買うのはいいんですけど、納豆巻きを先に食べ終えちゃった方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、ちょっとこの交互作戦はおすすめできません。結局わさび納豆になりました。口の中の残ってるので
ということで今回は、ミニストップのですね、通常の納豆巻きと、わさび納豆巻きの違いを、レポートいたしました。今回はってことはまたあるんですか？また何かね、やっていきたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。